新倉吉街道エクスプレスは、岡山県岡山市と間にわし、鳥取県倉吉市を結ぶ高速バスである。愛称は、倉吉市から。なお、前身である倉吉エクスプレスについても、本校で解説する。全便座席指定制予約も可能だが、当日空席がある場合に限り予約なしでも、乗車できる。ただし、インターネットコンビニ予約、発券システムは、 本路線の運行会社である日の丸自動車では導入しておらず、両備えホールディングスのシステムを利用している。それまで、岡山倉吉間には直行交通機関がなかったため、桃だろう、エクスプレスの利用が好調であることに着目した、鳥取県側の二自治体が日の丸自動車に運行を要請し、これを受けた同社が、岡山側の共同運行事業者三社のうち二社、中鉄バスに、 共同運行を要請したことに始まる。出くくった中での乗降はできない。昼前県境対関金温泉倉吉市、役所前から、倉吉駅から日の丸バス倉吉営業所対、ラッピングを施したヒュンダイユニバースか、通常塗装の日のセレガのいずれかで運行。ありがとうございます。